わー、お笑いライブ初めて見に来たよ。お笑いライブ初めて。私めっちゃ好きなんだけど、今日のライブに1年目のストロングスタイルっていう芸人さん出るんだけど、絶対売れるからマジ見てほしい。ストロングスタイルっていう。面白いと思う。あ、始まる。あ、マジで？はよ。ペリカンプロ所属、ストロングスタイル。どうストロングスタイルです。よろしくお願いしますということでね、たくさんのお客さんでね、ありがとうございます。笑いたくない人は笑わなくていいんで。そんなこと言うんじゃねえよお前。本当にね、こいつもうこんな暗い感じしてますけど、本当にいいやつですからね。こいつ家でグッピー買ってますから。あ、グッピーなんだけどさ、お昨日全部死んだ。お前暗いこと言うな、お前。お前よ。だからさ、新しいペット飼おうと思って。おお。お前。怖えよ、お前。お前、怖えよ。なんで、なんでお前、相方だろ、これ。俺がさ、餌あげるからさ、早速今日とか家に来てもいいよ。行くわけねえだろお前、相方だろっつってんだお前。まあでもさ、ちゃんとお手しないと餌あげねえけどな。餌とか言うなお前、相方だろお前。お手何してんだお前、バカ野郎。本当にちゃんとやるよお前。見てもない。ねえ、本当に言ってますけどね。いや本当に。あとさ、あれ？これ、ネタ飛んだんじゃない？マイクめっちゃいじってるけど。あとさ、どうした？あ、飛んでるじゃん絶対。いや、マイク関係ないでしょ絶対。相方だぞお前。なんだ俺をペットにするってお前。何も言ってないでしょ。モノマネやった方がいい。クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんやった方がいい。これはモノマネ。お前モノマネとかできるの？クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんやります。お、クレヨンしんちゃんお願いします。おっす、ほら、僕今股関触ってる。ツッコミの人股関触らなかった今。それ悟空、悟空。もういいよ、どうもありがとうございました。いや嘘だろ。なんか来た。うわ、ジェラードンチャンネルだ、押し通る。なんだあいつ。